2021年6月時点では、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替はその退役が予想される2035年前後を目標として、次期戦闘機を開発する計画として鋭意進められている状況にあったよね。この次期戦闘機の開発に合わせて、同機に搭載する小型の無人機の開発を行うことを防衛省が表明したよね。このための予算確保を2022年度概算要求に組み入れて本格化させることが報じられていたよな。さて今回は、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替計画次期戦闘機に搭載する、小型無人機の開発を防衛省が公表したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。次期戦闘機に搭載して運用する形式となるこの無人機は、その次期戦闘機から射出されてもっと前方の空域に先んじて展開し、その管制下でありつつ自律的な行動を行うことが求められるんだ。このためこの無人機の実現には高度な人工知能技術が必要不可欠になるものと思われ、搭載するセンサータグや人工知能によって戦場における高度な自律飛行を目指すものと言えそうだね。今回の防衛省の発表では次期戦闘機に搭載する形式での無人機開発が打ち出された格好だけど、実はこれまでにも無人機、正確には遠隔操縦型の無人航空機の開発は俎上に挙げられていたよ。それまでの遠隔操縦型の無人航空機は、今回と同様に人工知能によって制御された自律飛行を行う点は同様だが、次期戦闘機1機がおよそ3機のこれらを随伴飛行させるという比較的大型な機体だったよな。この遠隔操縦型の無人航空機が担うのは、有人の次期戦闘機に先行して前方へ展開し、敵軍を探知する役割や、将来的には空対空巡航ミサイル等の兵装による攻撃任務まで想定されていたもんね。よって今回防衛省が発表した次期戦闘機搭載形式の無人機と、以前から伝えられてきた遠隔操縦型の無人航空機とは、かなり性質の異なるもので別計画に相当する印象を受けるよ。遠隔操縦型の無人航空機といえば、世界的に見ればアメリカ空軍がクラトス社と進めている XQ-58A バルキリーが最も知名度が高い存在だと思われ、こちらはすでに2019年3月には初飛行をしているんだ。XQ-58A バルキリーそのものもある程度の発注数のロットを超えれば、1機あたりが3億円以下の生産コストになるとして非常に注目を集めており、費用対効果を考慮した場合の優位性が高いと目されているぜ。何よりこうした XQ-58A バルキリーのような遠隔操作型の無人航空機は、当然のことだが搭乗者を必要としないため、戦闘機における人的損耗を一切考慮する必要のない点が注目されているゆえんだな。この2021年3月にはこの XQ-58A バルキリーのウェポンベイから、さらに小型の無人航空機アルテウス600を空中で打ち出すテストも成功しており、大型の無人機が小型の無人機を内包することも可能となっているよ。もともと日本の次世代戦闘機計画は、いわゆる第6世代戦闘機にあたる機体開発を行うプロジェクトなんだけど、XQ-58A バルキリー等は第5世代戦闘機やそれ以前の第 4.5 世代戦闘機を母機とできる点も先進的だね。このため、日本が自前で遠隔操縦型の無人航空機や小型の戦闘機搭載型の無人機を開発することには期待したい反面、世界の潮流からは大きく遅れてしまっている感がどうしても拭えないよな。さて戦闘機搭載型の小型の無人機だけど、こちらもアメリカは国防高等研究計画局が推進しているロングショット UAV、ロシアもスホイ57戦闘機用のライトニング UAV など第5世代戦闘機での運用が想定されているんだ。一部でフランス、ドイツ、スペインが共同開発中の FCAS 計画において、第6世代戦闘機となる同機に搭載可能な小型の無人機があるようだけど、こちらは重量 100kg 以下の小型無人機となる模様だね。ただし前述したようにアメリカやロシアなどでは第6世代戦闘機より前に、第 4.5 世代戦闘機や第5世代戦闘機を母機として運用する小型無人機を投入しそうな状況にあり、FCAS 計画もこれに習う公算が高いぜ。そうなるとフランスは現時点で運用中のラファールや、
ドイツであればユーロファイタータイフーン等の第 4.5 世代機による先行導入の可能性も高く、やはり日本のこの分野における遅れが懸念されるね。これらの普及が加速すれば、日本も有望に次世代戦闘機の稼働のめどでもある2035年まで無人機の導入ができないという選択肢はなくなりそうだよ。無人航空機はいずれにせよ新たな分野の兵器ではあるが、ドローン等と同様に急速に進化を続けており、既存の兵器との連携をどのように図るのかが大きなポイントになることは確実だと言えるよな。非常に個人的な見解にはなるけど、こうした無人兵器は直接的な人員の損耗を防げるという観点からは、むしろ小規模な軍事紛争の多発を招く可能性を高めるのではないかと危惧せずにはいられないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。